皆さんこんにちは、かっちゃんです。宮地から。ということで今日は先日もちころ白菜シューマイというレシピの動画を出したんですけど、白菜を旬の新玉ねぎに変えてもちもちな食感、コロッとした見た目が可愛いもちころ新玉ねぎシューマイを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。カニカマ5本を1センチ幅に切り、身をほぐしておきます。小ネギ1本は細かめに小口切りします。新玉ねぎ第1個 250g の皮を剥いてみじん切りします。切り終えたら耐熱容器に入れ、ラップをして600W の電子レンジで2分加熱します。加熱した後に、もし玉ねぎからたくさん水分が出ている場合は、ざるにあけて水気を切って使ってください。加熱し終えたら、顆粒コンソメ小さじ1、塩、胡椒少々、用意しておいたカニカマ、小ネギを入れ、混ぜ合わせます。混ぜ合わせたら、片栗粉大さじ5を入れ、混ぜ合わせます。玉ねぎの水分量によって材料が緩くまとまりにくい場合は片栗粉を調節して足してください。はい、では材料がまとまってきたらフライパンにクッキングシートを敷き、材料が手にくっつかないよう手のひらを軽く水で濡らし、軽く形を整え、クッキングシートの上に並べます。材料が混ぜている間に粗熱が取れてくるんですけど、熱があると柔らかくて生地がボヨンとだれてくるので、その場合は粗熱が取れると硬さが出てくるので、粗熱を取れてから丸く形を整えてみてください。形を整えてフライパンに並べたら、シューマイが水に触れないようクッキングシートの下に水を入れ、蓋をして強火にかけ沸騰させます。はい、では沸騰し始めたら8分蒸します。はい、では8分蒸して全体透き通ってきたら完成なので、取り出してお皿に盛り付けます。OK。 はい、ではあとそのままで食べていただくか、味が薄く感じた場合は調味料をつけて食べてみてください。ではこんな感じで旬の新玉ねぎをたっぷり使ったもちころ新玉ねぎシューマイの完成です。はい。じゃあ今こんな感じにできました。はい。では今回は旬の新玉ねぎをたっぷり使ってもちころ新玉ねぎシューマイを作ってみました。それでは本日は沖縄県産パイナップルで乾杯。乾杯。パイナポ。じゃあ早速いただきましょう。先日白菜を使ったもちころ白菜シューマイの動画を出したんですけど、たくさんの方に見ていただいて参考にしていただきありがとうございました。今回は白菜を新玉ねぎに変えて作ってみました。ではまずこのままでいただきます。じゃあいただきます。もち玉めっちゃ美味しい。新玉ねぎをみじん切りしてあらかじめレンジで加熱し、片栗粉を合わせることで材料がしっかりとまとまり、蒸すことでしっかりと固まり、見た目も綺麗に仕上がります。ほんと噛んだ瞬間にこの新玉ねぎの旨味とか風味が口の中にふわっと広がりつつ、片栗粉でもちっとした食感がとても美味しいです。で、ほぐしたカニカマプラス小ネギを入れることで彩りもよく綺麗に仕上がります。で、カニカマを入れることで全体均一にカニカマが行き渡り、ほんともちもちなカニシューマイを食べているような感じです。お肉系は全く使ってないんですけど、お手軽で買いやすいカニカマで美味しく仕上がります。味付けはコンソメで、ちょっと洋風シューマイのような感じで玉ねぎとよく合い美味しく仕上がります。で、調理工程も前回の白菜シューマイと一緒で、クッキングシートの下に水を入れて火にかけることで蒸し器がなくてもお手軽に蒸すことができます。ちょいとこのね、オリーブオイルと酢を合わせた調味料をつけていただきます。合うわ。で、コンソメでしっかり味がついているので、そのままでも美味しく食べられますし、シューマイってからしとかお酢つけて食べるの私好きなんですけど、お酢に洋風な感じにオリーブオイルを合わせてつけながら食べても美味しく食べられます。で、今回は新玉ねぎを使ったんですけど、普通の玉ねぎを使う場合は最初のレンジの加熱時間を長めにしていただいて代用できますし、こう玉ねぎの種類によってレンチンした後にすごくね、水分出てくることもあるので、その場合はざるにあけるなどして玉ねぎの水気を切って調理してみてください。はい。ということで今日は旬の新玉ねぎをたっぷり使ったもちころ新玉ねぎシューマイを作ってみた動画でした。あらかじめレンジで加熱することで玉ねぎの甘みがぐっと引き立ち、たっぷりのカニカマの風味やもちっとした食感が美味しいレシピです。本当お肉系を使ってないんですけど、片栗粉で弾力もあるので食べ応えもあり、蒸し器不要で簡単に美味しく作れるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、もちころー。もちもちは正義。